プルスサウルスは、新大三期中心よの南アメリカに生息していた、巨大な海岸赤の属である。頭骨の断片がブラジルとペルーのアマゾン熱帯ウリンやコロンビアのビラビエジャ層、パナマのクレブラ層、ベネズエラ北方のウルマコ層とソコロ層から発見されている。ブラジリーンシスシュの復元図最大のトネである、ブラジリーンシスシュの頭骨は、長さ1.453メートルに達する。 この種の全長は最大10.3メートル、体重は5.16トンと推定されており、別の推定では最大全長12.5メートル、体重8.4トンと推定されている。広報力は6万9000ニュートンと推定されている。この巨体と推定された力から数多くの生物を食料にしていたと見られ、生態系の頂点捕食者と考えられている。 生態は同じ地域に生息していた小型の捕食動物と競争することなく非常に巨大な脊椎動物を捕食していたであろう。2005年の夏にフィッツカラルド探検隊がリマから 600km 離れたペルーのアマゾンでプルスサウルスの新たな化石を発見した。その頭骨の生態力学モデルを分析した結果、 現代のワニが獲物を殺害し解体するために行うデスロールがプルスサウルスも可能だったことが判明した。プルスサウルスの巨体には数多くの利点があるが脆弱性をはらんでいる可能性もあるとの指摘がある。地質学的に絶え間なく大規模に変動する環境により長期にわたり繁栄する種は淘汰され環境変動に適応する種が有利であったとされている。 他のワニとの比較図。赤色がプルスサウルスプルスサウルスは史上最大のワニの一つであり、サルコスクスやデーノスクス、ランフォスクスに匹敵する体格を誇っていた。サルコスクスとデーノスクスは類似した体格であったが両者は地質学的により昔である白秋後期に生息していた。ランフォスクスはプルスサウルスとほぼ同時期に生息していたが、わずかに プルスサウルスよりも小さく、ガビアルのような花咲きをしており、インドに生息していた。キャラクトスクス、グリポスクス、モーラスクスなどの輪に、ナマケモノ、コウモリ、ゲッシ類、霊長類、カワイルカを含む、哺乳類、ストペンデミス、ヘビウといった生物が、河川、氾濫、原、故障に生息していた。当時の環境は、熱帯で沿岸地域だったとされている。初期にあたる、 ニーベンシス種は多様性に富んだ動物と共に生活していた。グラナストラポテリウムやキセナストラポテリウムといったライジュメ、モーラスクスやグリーポスクス、ラングストニアといったワニがこれに含まれた。これらの生物は中心夜中ゴ頃の1300万年前に生息していた。ありがとうございます。